助けてほしい？おい、こら。はよいけや。サイコパスですか、あなたは。絶対に笑ってはいけない、そのけ。デデイン、カツオ、バッカモーン。あかん、増えたわ。シンプルで好きだ。想像したらかなりツボった。四次会とか勘弁してください。うわ、返したで。泣いてしもてるやん。メイクも落ちてひどいことになってる。あなたがこれを見ているということは、イブの夜に一人でクリスマスを祝っているということね。は？誰だよ。何してるんだ？ほっといてくださいまし。味が喧嘩している。作り直せ。おい、は、はい。何様ですか、あなた。その前にまず食べ方なんとかしろい。なぜわかった？好き、いいね。めちゃ可愛い。トイストーリーの三つ目宇宙人みたい。でも彼が求めてるものは、内角低めだったのね。ほう、最高じゃん。インローってか。あなたはホームベースですか？食品コーナーを通るときだけ気絶させる。だな、すげえな。キッチキチやん。とにかくめっちゃ食えそうだ。でも高いんでしょう？ふふ、そんな顔してる。19万8000円なり。手つきといい？表情といい？ぴったり。さっきからお前が音でないって言って吹きまくってるの犬笛なんですけど。勢いよ、ちょい。そりゃ切れる。めっちゃくちゃうるさそうだ。え？この歌に番あるの？わかる。あるある。大体あるでしょうに。アニソンとかドラマの主題歌ね。あのタイトルを全く変えてしまっても元ネタがわかる。救済救済。だな、余裕だ。通じてしまった。これしかなくないか？悟空とブロリーが戦闘中だが、吉田沙保里氏がいるエリアは器用に避けた。マジか、そこにいたのね。躊躇なく避けてるな。そもそもそんなところで戦うな。三菱自動車のある車を叩きました。どんな音がしたでしょう？ゴーン。まんま、それにさん。パッチェット、パッチェット。ツッコミみたいな叩き方だな。逃げる人、逃げる人。見に来たお母さんに手を振る人。おい、何してる？はよ逃げろや。ママ、僕頑張ってるよ。あなたは無敗を誇る格闘家ですが、一つだけ致命的な弱点があります。それは何？戦ったことがない。それな、なるほどねー。確かに無敗だわな。それってどうなんよ。言えないよな。山田くん全部持ってってなんて。わろた、でしょうね。言えるわけないよ。ものすごいバランス感覚だね。スピード違反1万円、佐渡ワカメ800円。警察にその場で佐渡ワカメ13個渡したら400円返ってきた。いいね、平和的解決。なんか得した気になる。ワカメを通貨代わりに使用できるなんて。イチャイチャしてたから強引に割り込む。うわぁ、高いな。なんと賢いんだ。尻尾でビンタされたみたい。鉛筆を5本ずつ配ると3本余り、9本ずつ配ると13本不足します。買ってくるか。え、問題とは？それしたらあかん。そう来るとは予想外です。外出自粛生活を始め、1時間も経過し、さすがの僕も限界を迎えた。はい、狂ってる。落ち着きがないねー。後ろで母ちゃん笑ってるやん。アロンアルファ被害者。やん、かわいい。なあ、そのままもフリテー。子供が心配なおふくろ。好き、いいね。わかるその気持ち。初めてのお使いなのかな。6以上数えられない自分の指が許せない。マジか、すげえな。構造考えろよ。指じゃなくて、自分自身の頭を呪うがいい。古代エジプト人は糞を転がす糞転がしを、ピタゴラスイッチの重要な一部として神聖視した。え、ピタゴラスイッチ？その頃からあったのか。そう、糞転がしから始まったのである。うっふ、待てよ。うわぁ、平和だな。和むわー。これが未来のルンバである。縄文時代の流行語大賞を、教えてください。君の名は？うまい、下ネタか？ドキドキする。なんだろう、いろいろ突っ込みたいわ。日本に脱北してきた方が驚いた。ボケてでの将軍様の扱い。だな、違いねえ。前足と言われ、豚足と言うとか言われて。私たちみんな、
現実を見れなくなっちゃったの。うわぁ、カオスだ。そうですか。現実なんて寝たら終わるよ。永遠と書いてとわと読む、みたいなこと言ってください。傑作選と書いて再放送と読む。うまい、その通りだ。再放送ってなんぞ。これはなかなか深いですぞ。ソーラーを自由に、トービターイナー。灰になる薬。うは、やべえやつ。ぶっ飛んでるなぁ。ほんわかパッとしてんじゃねえか。服屋で店員におすすめされた服を試着した俺の姿を見て、その店員からまさかの一言。すまん。あ、泣くわ。思わずタメ口。まさか、ここまでとは。全滅の刃にありがちなこと。虫の呼吸。うめえ、なるほどな。確かにそうだわ。原作にもその呼吸あったよね。この辺に野菜泥棒がいると聞いたのだが、これはモロタンやって。お前か、こぼし吐く。畑から勝手にだろ。田舎だと実際くれる人いるやん。お弁当あるある。箸がない。あ、わかる。セルフで、どっかに落としたかな。50% の乗車率。え、マジかよ。150% じゃないの。やっとラッシュアワー外すと空いてるな。やばい、まだ。地面に置いてないのに。おう、でけえな。いや、小さいのか？シルバニアファミリーの家かもよ。お客さん、サービスエリアはすぐそこですから、が、頑張ってー。あかん、増えたわ。どう見ても間に合わない。すでに終わってしまった感が漂う。ドライブスルーで注文せずスルーしてやったぜ。あかん、やめとけや。迷惑極まりない。正真正銘のドライブスルー。現場の住所が違うけどみんな言い出せない。うわぁ、やっちまった。人が住んでないことを祈る。派手にやっちまったもんだ。バイオハザードでゾンビ犬が出てきたところ。ふふ、姿勢いいね。たくましく見えるぞ。なんつう表情してんだよ。桃太郎の旅の途中で猿が抜けたいと言ってきた。なぜ？桃太郎のゴリラだったらなぁというツイートを見てしまった。あかん、地味に痛い。確かにそう思うけども、その時代ツイッターあったのね。やっと障子張りをは。あ、ロッコリ。サザエさんの家かな。綺麗に破ったもんだな。お客様。あちらのお客様からです。あ、ありがとうございます。わろた、シュールだ。汗すごいんじゃない？どうせならもっといいものがいいな。違う、めえじゃない？ひえ、そうきたか。優しそうですね。うん、確かに。だいぶ違う。倒すどころか触れることすらできん。能力者か。我が名はアラウンド30。触れれば声高に結婚を要求するわ。受ける。理不尽だ。すげえ能力だ。誰かもらってあげて。猫カフェの呼び込みに負けそう。わお、大胆だわ。これは負ける。お兄さんだけ、いっぱいサービスしちゃうから。ラッパいらんのかい。わろた、確かにだ。これ言ってるわ。宮川大輔で再生したらおもろい。JR 京葉線から各線に乗り換える時の舞浜帰りの客。わろた、あるある。切なそうだわ。夢の国から帰ってきたな。牛乳ヒゲのポテンシャルをはらんでいる。好き、わかるわ。あどけないな。これは確実になるな。モード学園入学願書受付中。かっけえ、実写版なのね。とっても好きだわ。とてもいい微笑みですね。天敵が来たので、急いで巣穴に戻る。わろた、あるあるすぎて。ぽい画像だな。これは間に合わなそうだぞ。アヒル口で男子に人気出たい。わろた、器用だな。違う、そうじゃない。そんなんしなくても十分可愛いぞ。言えないよな。今さら客なんて。え、マジかよ。なぜ間違えられた。確かに今さら言えないわな。鳥人間コンテストの意味を完全に履き違えてる人が受付に来た。おもれ、優勝候補だ。一人はいそうだよな。そのまま仮想大賞に行くべきだな。首が座るってこの感じか。顔、わろたわ。そう、その感じだよ。自分で気づけるものなのかよ。これが今話題沸騰中のポケモン GO か。おお、かわいい。乗ってみたいな。飛行機も作ってほしいな。ナイチンゲール、負傷した兵士を手当てし、保険適用外ですと言った。現実だ、無慈悲だな。
だから私がおごります。何金で言うとられるんだろ。5日分殴る人リスト作ってたら止まらない。月、どんだけ。表情怖いわ。どんな仕事してるんだろうか。サッカーの試合でやってはいけないことベスト3。3位オウンゴール、2位ハンド、1位。反乱になり、他国の島を自国の領土とアピールし、相手国の国民感情を逆でするようなこと。バロタ、次。サッカー以前の問題。スポーツマンシップってなんだろうね。祖父の無遊病がワンマンライブを行うほどまで悪化した。顔、いい表情。楽しそうで何より。東京ドームツアーしてほしい。徒歩5分、車6分の謎が解けた。わろた、納得だわ。燃費悪そうな場所。これ全く進まないやつやんか。ライブ中、気分がハイになると勝手に客席にダイブするボーカルの剣をベースの拓也が冷静にダイソンで吸引回収。わろた、拓也。ダイソンすげえ。ダイソンめっちゃ使えるな。夜の間に電話ボックスに豚の生姜焼き定食を仕掛けて一晩待つと、健康な体育大生がゾロゾロと捕まえることができます。わろた、夜行性か？笑顔なのがいいね。健康な体育大生かわいい。猫カフェ10連勤明け。あ、顔がやばい。休ませてあげて。とってもブラックですね。この夏有権で取る、2級カルピス濃度管理者。わろた、かわいいな。一級持ってるやつ出てこい。この間受けたけど落ちたよ。トランスフォームし始め。おお、気になる。ずっと見てたい。失敗して横転するのが見える。説明しよう。やん、かわいい。待機してたんか。プクプクチャガンマン。この子いつになったら首が座るのかしら。おい、諦めたら？そんな目してるわ。もうやめてください、その人はもう。俺を見て不安感。多分全員抱いたぜ。わろた、抱いたわ。島村ファッション。不安っていう確信感だな。ハンガーつけたまま出社したことを悟られないように平常を装う。わろた、でけえな。カクカクしてる。絶対バレてると思うな。とにかく耳に入った水を出したい。わろた、わかるわ。絶対やるやつ。どのタイミングで入ったんだろ。やっぱりテレビあるじゃないですか。マジか、必死だな。そこまでするか。めっちゃしつけえな。働かないで食べるご飯は美味しいですか。おい、つくか。冗談にも程がある。ブラックジョークじゃねえか。ゲンの皇帝不備来犯が AV デビュー。え、マジかよ。誰得なんでしょう。よく口説き落とせたな。主人の送り迎えくらいしなきゃ。今の時代ペットも飼ってもらえないんすよ。わろた、かわいいな。死亡帳で、語る。アクセルブレーキ届くんか。恩返しは変身してから来いよ。わろた、綺麗な直立。完全に立ってますやん。できれば綺麗なお姉さんで。ハンカチと思ったら紙ヤスリだった。あ、怖え。がっつり言ったな。思い切りが良すぎるぞ。なんかゴマの香りしません。わろた、ゴマどれ。焙煎してみました。もしかして食べられるのかな。遠赤外線で甘みが増す天津甘栗。好き、わろたは。心地よさそう。なるほど、こうやって作るのか。一抹の不安。おお、うまいな。なんかわかる。ちなみにおそ松くんの話ではない。それでは一本締め参りますと言った部長がそのフォームでどうする気なのか楽しみ。わろた、気になる。閉まらねえよ。グーのままパチンだな。 Google マップに搭載されたら嫌な機能。あなたの夫がいつもと違うルートを利用しています。うん、嫌だわ。やめてけろ。真面目な私は大丈夫です。目と目の違いを教えてください。女性に目がないのが男性、でも目がないのが女性。うまい、見事です。センスを感じる。これは男と女の違いやな。たかしくんは1個70円のリンゴと1個30円のみかんを握りつぶしてこう言いました。次はお前がこうなる番だ。ケンジくんは時速 260km でたかしくんの後ろに回り込みこう言いました。どうした、顔が青いぞ。好き、わろた。バトルかよ。まるで青リンゴのようだ。ごめん、そこのタオル取って。
あらん、かわゆす。はいよ、もう上がる？いいから出てこいよ、拭いてやるから。やばい。出前一人分キャンセルしなきゃ。おい、こら。違うだろう。他にすることがあるだろう。箸で救われるうどん。わろた、綺麗だわ。もうそれにしか見えない。すくい方めっちゃ上手だな。激しい睡魔に襲われた時のノート。わかる、あるあるだわ。まだちゃんと取れてる方。またアラビア文字みたいになっちゃった。冷蔵庫にくっそ微妙な新機能が追加された。どんな機能？常温保存のスペース。いやね、微妙だわ。それただの棚やん。日の当たらない常温スペースとして使えるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。